コンスタンチン・トーツキーは、ロシア連邦の軍人、チェキスト。上級大将。最後のロシア連邦国境庁長,長官。ウズベクソビエト社会主義共和国ブーハーラ州下ン氏の、軍人一家に生まれた。ロシア人。1967年、モスクワ高等国境指揮学校に入校。卒業後、1971年、アラクルチン国境主体の副国境前省庁。 数ヶ月後に、第8国境前省庁に任命。1974年、MV フルンゼ名称軍事アカデミー国境軍学部に入校し、卒業後、1977年、ユジノサハリンスク国境主体国境警備司令として勤務。1980年、ソ連国家保安委員会太平洋国境管区本部、第1課で勤務し、その後、 ユジノサハリンスク国境主体参謀次長。1981年から1985年、ナホトカ国境主体参謀長。1985年、ホログ国境主体長に任命され、アフガニスタンで勤務。1987年、アフガニスタンでの功績に対して、赤旗勲章を授与された。1八十九年十一月、 イランとアゼルバイジャンの国境に位置するレンコラン国境主体長に任命。1991年から1992年、ソ連 KGB ザカフカーズ国境管区参謀次長。1994年、ロシア連邦軍参謀本部軍事アカデミーを卒業し、北西国境管区参謀長に任命。同年12月、少々に昇進。1996年、 ロシア連邦国境庁アカデミー校長に任命。その後、FPS 長官に任命。モスクワ在住。赤旗勲章、四等、祖国への貢献に対する勲章、武勲に対するメダル、ソ連国境警備における優秀さに対するメダルを受賞。最大に上遊する。父のワシー・リーは、砲兵将校で、冬戦争に従軍したが重傷を負い、 第二次世界大戦には参加できなかった。1956年まで中央アジアで勤務し、少佐で退役した。兄のスタニスラフは、海軍将校。弟のアレクサンドルは、大佐で、ロスボールジェーニエ社で働いていた。ぜいぜ KVRF、HTTP、KVRF、T P K v R、F, ミルポートル、RU、U, アシエルイズ・ジアザーニー・コンスタンティン・ビチロビッチ、とつきよ。 2018年8月30日閲覧。ありがとうございます。